ライヒスコンコルダートは、1933年7月20日に、ドイツとバチカンとの間で結ばれ、同年9月10日に発行したコンコルダートである。プロテスタントを国境とするドイツ帝国時代の、ドイツにおいて、カトリック教徒の自由は極めて制限されたものであった。ドイツ革命後、バチカンは、諸教会の権利をドイツ国内で確定させる必要が生まれ、バイマル共和政府側でも、 教会と何らかの合意を行うことで、中央政権としての正当性が得られると考えるようになった。1920年の初頭からバイエルン州政府と政教条約締結交渉を行った。交渉は難航したが、1924年になって、ようやく双方で合意が見られ、1925年にバイエルンコンコルダートが締結された。 この交渉に参加したのが当時ミュンヘン駐在の強行施設であったエウジェニオ・パチェッリス・キキであった。パチェッリはプロイセン州やドイツ国とも政教条約締結の必要があると考え、バイマル共和制政府と交渉を行った。バイエルン・コンコルダートの締結交渉の最中の1920年6月1日、ドイツ外務省はドイツ側からの発展の要求をまとめ、 ミュンヘンに送付した。1921年1月6日には、この発展の要求を骨子とした、基本草案、デルブリュク草案が外務省によってまとめられた。ドイツ国首相、ヨーゼフビルトは、バチカン側の要求をまとめることを要請し、11月15日には、バチカン暫定案が提出された。1922年には、ディエゴ・ホンベルゲ中バチカンドイツ大使が、 政協条約の草案を作成し、1924年と1926年には、デルブリュック草案をか、1929年には、祝祭的協定が締結され、ドイツの3分の2の地域がバーチカンと何らかの協定を締結した。しかしこの頃から、中央政府が不安定となり、ドイツ国との政協条約締結交渉は暗証に乗り上げた。 ライフィスコンコルダート交渉。左からカース、パーペン副首相、ジュゼッペ・ピア。ナチズムのキリスト教官はカトリックと大きく相違しており、国家社会主義ドイツ労働者党員が教会を攻撃する事件もしばしば発生していた。これを受けて、ドイツのカトリック教会は信徒にナチ党へ参加することを禁止する通達を行っていた。 1933年1月30日のナチ党の権力掌握後はバチカンがナチ党政府にどういう対応を行うかが注目されていた。3月13日にはミュンヘンのミハエル・フォン・ファウル・ハーバー大司教が教皇ピュース11世の言葉として、記念はボルシェビズムと手を切った最初の指導者であるとヒトラーを称賛したという報道がドイツで行われた。 3月23日には、ナチ党政府が政府声明を行い、これを受けて3月28日には、カトリック教徒のナチ党参加禁止令が解除された。ナチ党政府はこれを、カトリック教会がナチスドイツを承認したと懸念した。一方で、ナチ党員による教会攻撃はなおも激化し、6月には、ドイツの司教団が、具体的なライヒスコンコルダート制定を訴え、 攻撃から教会を守ろうとした。ヒトラーはかつてカトリック政党中央党に所属していた副首相フランツフォン・パーペンを政教条約交渉の担当者に任命した。パーペン自身は良きカトリックとしての義務からベルリンとローマを仲介したと回想している。4月7日にパーペンは中央党の党首ルートビヒカースと共にローマに赴いた。パーペンとカースは 数期教国務長官となっていたパチッリとの交渉を開始し、過去に提示されていた草案を中心として、ゴーヤンが策定された。1933年7月20日、ヒンデンブルク大統領トピウス11世の名で条約締結が発表された。この条約によって、ドイツ国内におけるカトリック教会の存在が認められ、聖職者の人事も、 教会の同意なしには動かせないと定められた。32条には、ドイツ国や州において、聖職者が政党に参加することを禁止する布告を出すという条文があり、これは、聖職者が多く参加していた、中央党の解散を意味していた。このため、カースや教会が中央党を売り渡したという批判が存在している。 ナチスはこの条約締結をバチカンがナチズムを承認したとして大いに宣伝材料とした。しかし条約締結にもかかわらず、ナチス政府はカトリックへの圧迫を継続した。ピウス11世は戦挙、しかし、政教条約は破棄されずに継承されている。1954年9月には西ドイツがライヒスコンコルダートが無効であるという訴えを連邦憲法裁判所に言った。 1957年3月、憲法裁判所は、条約策定の大半が、バイマル共和制時代に行われたことなどを理由にして、2004年には、教皇ヨハネ・パウロ2世は、鳥居や大学の教授に就任するはずだった新学者の、レギーナ・クビン博士の人事を取り消した。これも、来室コンコルダートが根拠となっている。文書、ありがとうございます。